論文、論文、論文、とは、学問の研究成果などのあるテーマについて、論理的な手法で書き記した文章。漢文,文中の語句としては、文を、論図イコール、文学について論ずるの意味でも使われた。また、特定の研究成果についての記述ではなく、あるテーマについて論述する論文の一つの、形式として、小論文が、学会や学術雑誌、 文科系と理科系の別により、用語にかなりの差異があるが、主に自科系の場合以下のような区別が一般的である。一般に論文といった場合、ジャーナル、レター、レビューを指し、さらに競技にはジャーナルのみを指す。この他にもジャーナルの分類として様々な形式を採用している学術雑誌がある。文字通り、学位取得のための論文、卒業や終了において、 論文の提出が必須とされる場合がある。特に学位取得を修了要件とする大学及び学位課程はその主たる存在である。卒業論文や修士論文では提出後に発表会や校長会が開かれ、執筆者による口頭発表の後に合否の判定が行われることが多い。博士論文では通常、提出後の口頭諮問、A、ディフェンスや 語学試験が必須で論文と合わせて合否が判定される。卒業論文では研究の内容や独自性のような価値を重視するよりも研究論文の書式に従って成果をまとめる訓練として認識されるとがしばしばである。なお、日本では単に学位論文、学位請求論文という場合は博士論文のことを指す。入学試験。 入社試験などで合格者を絞り出す判定に用いるため受験者が私の夢、私の仕事感など一定のテーマについて論理的に文章を作成するものは小論文と呼ばれる。ただし一般の学術論文のような章の構成を持つことは少なく作文に近い体裁である。小論文では字をきれいに書くこと、語字、脱字はないか、 作文としての体裁は保たれているか、全体的にテーマに沿った内容となっているかなども、含めて、総合的な面を評価される。公務員試験における、小論文は、個人の経験に結びついた価値観よりも、行政観として必要な社会科学的素養が問われる、説問になっていることが多く、教養論文という科目名をつける機関もある。 大学の定期試験や各種国家試験などにおいて文章によって専門知識の理解度、運用力を図る試験を言う。論述試験ということもある。論文は次のようなイムラット型の構成をとることが多い。論文の書き方については参考となる多数の文献がある。その概要は次のようなものである。学術雑誌に掲載される論文の多くは、 査読制度によって内容の判断が行われる。研究者の業績評価においては、査読のある論文と、査読のない論文を区別することが通例である。査読制度とは、著者にはその名前を伏せておく査読者、レフェリーによって、論文の内容について審査を行い、掲載、アクセプト、修正後に掲載、再査読、掲載拒否、リジェクトなどの判定を行うものである。 何度かの修正を経て、学術雑誌に掲載される場合は、初版の投稿から掲載まで数ヶ月から数年を要することが多い。査読制度は投稿された論文の中から、一定水準のものを抽出するにあたっては有効で、あるが、論文の優劣に絶対的な基準はないため、一定水準の論文が選定された後は査読者と、論文の相性によってタクの可否が左右される場合も、ある。 したがって、一つの論文がある雑誌に掲載拒否されても、別の学術雑誌では掲載されるという場合もある。このため、稀に、同一論文を同時に、複数雑誌に投稿することが起こるが、モラルに反する行為であるから言ってはならない。判明すれば有形無形に、相応のペナルティが課されることがある。もちろん、一度掲載拒否された論文を別の学術雑誌に投稿することは、 モラル違反ではない。査読者に指名されるものは当該論文の分野における専門家であるのが普通である。論文の執筆者とは学会においてライバル関係にあることもしばしばであり、査読にあたって故意にライバルの論文掲載を妨害したり、故意に掲載拒否の判定をして時間を稼ぎ、その間に査読した論文から得られた知識をもとに自分の論文として 先に発表してしまうという行が発生することもある。これらは、査読制度のルールがしっかり整備された学会においては、厳しく処罰されることになっている。そうしたルールが整備された論文誌に掲載された論文は、高い評価をられる。また、エバリスト・ガラワのように、従来の学問に全くなかったような画期的な新発見に対して、 査読者がその進化を理解できずに掲載が拒否され、後にその価値が判明する場合も稀にある。主な学術論文誌に掲載された論文は、学術データベース、サイテーションインデックスで検索が可能である。データベースで検索することで、特定の著者やテーマに関する論文を探したり、 論文が引用している文献や特定の論文を引用している論文や特許等を検索することができる。これにより、ある論文が根拠としている情報の確認や、論文の出版後の動きやコメント、反論等も検索が可能である。代表的なサイテーションインデックスは、トムソン・ロイターの Web of Science やエルゼビア社のシバース・スコパスである。特にトムソン・ロイターのデータベースは、 論文紙の影響度の指標であるインパクトファクターの算出にも用いられる。これらのデータベースの利用は有料であるが、学術的文献に絞って調べることができる。この他に Google の Google スカラーがある。無料で利用できる反面、個人のサイトや査読を通過していない文献もヒットするため、文献の信頼性に注意が必要となる。日本の論文を検索するために、 国立情報学研究所によるシニー義も使われている。なお、学術論文は基本的に英語で書かれるため、検索条件も英語で指定する必要がある。各国ローカルな論文についてはこの限りではない。論文を執筆するにあたって、独創的な理論展開をする上では、執筆者自身の主張と明らかにしたい課題が不可欠である。 その上では執筆者本人による研究分析、実験、実地調査、アンケート調査などによって主張の正当性を検証するとともに客観的な視点や反対意見への洞察もまた重要となる。ただ、その手法は分野、執筆者により様々であり、論文作成において絶対的な統一ルールがあるわけではなく、執筆の上ではその分野の慣習が重視される。 論文の執筆手法は様々である。しかし、模範的な手法があるとすれば、以下のような例が挙げられる。論文は、教科書や解説書ではない。よって、論文を読む側が、当人の分析や主張のみで全てが理解できるとは、限らない。そうした意味では、本文中には言及しなかった背景などを、客中として記すこと重要となる。また、執筆者が用いた資料や、 他者の理論などを引用した場合の出典を明らかにする上でも、客中によって、自己の主張と他者の主張の区別がなされている必要がある。客中にも、分野や執筆者により、様々であり、ページの最後につける場合や、論文の最後に公中として付ける場合がある。文献の引用の場合は、著者名、著名、ページ、出版社、年度が明らかにされる必要がある。 順序は、欧米の場合、または分野により、様々である。同じ文献を複数回用いる場合は、著者名を印前景書と書いた上で、ページ数を印しておく。論文執筆にあたって、参照した文献は、論文の最後に一覧として明記されている必要がある。引用した場合は、客中の欄に、ページ数まで印が、参考文献の場合は、 必ずしも要求されない。客中に引用、参照した文献を全て明記することで、参考文献の一覧を設けない場合もあるが、客中に執筆に用いた文献が明記されている場合でも、参考文献リストがついていた方が親切である。旧来は、現行用紙にて自筆、手書きで書かれたが、昨今はもっぱらパソコンの文書作成ソフトで、作成されることが、 一般的である。理系ではフリーソフトのレイテックスが文化系ではマイクロソフトワードが広く支持されている。文化系の一部ではデフォルト設定での組み版の綺麗さ。例、ワードは Ruby を振ると行間が不揃いになるからジャストシステムの一太郎を支持する者も,もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。